皆さんこんにちは。 CP プラス2024ニコンオンラインステージをご視聴いただきありがとうございます。このコンテンツではニコンの Z8 を使った出張動画撮影をコンセプトに Z8、ニコール Z レンズ、そして動画関連機材についてご紹介いたします。それでは早速今回撮影してきた映像をご覧ください。競走馬の引退後の生活が安定した最後を迎えられるような牧場を作っております。朝は朝ごはんを馬にあげて、その後食べ終わってから手入れをしてあげて放牧に出しますね。馬が好きっていうのは前提なんですけれども、馬が好きでかつ引退後の馬のケアをしつつ、たくさんのそのファンの方々に喜んでもらえるよう日々手入れであったりとか牧場の作業をしています。一番はもう自立した牧場っていうものを作りたいっていうのがありますね。寄付の支援頼みっていうような流れがあるので、そちらを、自立できるようにグッズを販売したりとか宿泊もできますね。カフェでお茶もしながら馬を見ながら食事をしていただいて、馬を身近に感じつつも、そうやってそれをブランディングしてお金につなげていくっていうような牧場を経営していければと思っております。興味を持たれた方は予約も不要で、気軽に来場していただけますので、ぜひ一度お越しください。いかがでしたでしょうか。今回はですね、北海道にある引退競走馬の牧場、ヨギボーベルサイユリゾートファーム様のブランディングムービーを制作させていただきました。1月末に撮影に伺ったのですが、やはり北海道かなり寒かったです。 Z8 が凍りつかないかちょっとだけ心配でしたが、しっかり問題なく動いてくれました。 Z8 はマイナス10度からプラス40度までの動作保証をしているので、厳しい環境でも安心して使うことができて、プロ機としての安定感、安心感は抜群です。今回の映像は Z8 の最高画質であるロー動画、ニコンローを使って収録しました。12ビットのニコンローは豊富な情報量を持ち、施設内の陰影や馬の柔らかい毛並み、真っ白な雪原までしっかり表現することができました。大型のシネマカメラでロー動画を撮影する仕事であれば、カメラやレンズ、アクセサリーのレンタル代、機材の運送費用、オペレーターの人件費、保険等々、かなり撮影コストかかってしまうんですけれども、 Z8 であれば個人で所有できるレベルの予算で動画システムが組めて、一人で持ち運びや撮影をして制作コストを大幅に抑えつつ、高品質な出張撮影ができるようになります。そして動画の画質や全体の雰囲気に大きな影響を与えるのが、そう、レンズです。ニコンは100年以上光学レンズの製造にこだわってきたメーカーで、動画撮影に最適なレンズも数多くラインナップしています。今回は昨年秋に発売したニッコール Z135mmF1.8S プレナをメインで使用して撮影しました。高い解像度と美しいボケ味を両立し、画面全体が光に満ち溢れた幻想的な表現が可能なレンズです。今回はジンバルの DJI RS3 Pro に Z8 とプレナを乗せて、ブレを抑えた滑らかな映像を撮影しました。また RS3 Pro にニコンのリモートグリップ MC-N10 を装着することで操作性が向上し、カメラに触らなくても露出制御やメニュー操作、レックや画面表示のコントロールが簡単にできました。今回のインタビューでは、ホーリーランドさんの LARC M2 というワイヤレスマイクを使って音声を収録しました。実は今この音声、このコンテンツ自体の音声もこの LARC M2 で収録しています。圧倒的にコンパクトなこのサイズ感、
そしてマグネットで簡単に着脱ができるので、インタビュー収録がとてもはかどりました。また送信機は2つ付いているので、対談撮影で活用したり、1つの送信機のバッテリーが切れてももう1つを使えば撮影を続行できるのも安心のポイントです。そして今回のインタビュー撮影では、同じくホーリーランドさんの M1 エンハンストというモニターを使って撮影しました。こちらのモニターの最大の特徴はズバリ伝送機能です。 iPhone や iPad に今どういう映像が映っているかというのをすぐに転送して確認することができるので、とても便利です。特に一人での出張撮影の際は、なかなかたくさんのモニターや機材を持っていくことは難しいのですが、この M1 エンハンストがあれば、お客様の手持ちのデバイスに映像を伝送して、今どういう映像が撮れているのかというところをしっかり見ていったことができるので、撮影の効率やお客様の満足度というのを高めることができると思います。そしてインタビュー撮影に必要な要素がもう一つ、そう、ライティングですね。出張撮影の際はなかなか大きな LED ライトを持ち込んで撮影するというところは難しいのですが、やはり綺麗な映像を撮るためにはしっかりしたライトが必要になります。そこで今回はプロフォトさんの B10X を使うことにしました。プロフォトさんといえば、写真業界で知らない人はいない一流のライティングメーカーですが、実はこちらの B10X、動画用のライトとしてもとても使いやすいんです。コンパクトなボディにもかかわらず、定常光が使用可能で色温度も調整ができます。このようなインタビューであれば、一等で十分高品質な映像が撮影できます。そして今回の映像の要所要所には空撮のカットがありました。こちらは Z8 ではなく、 DJI さんの Mavic 3 Pro シネを使って撮影しました。大型センサーを搭載し、 5.1K50p や 4K120p のプロレス 422HQ 10bit 422dlog というまさにシネマクオリティの画質で収録ができる夢のようなスペックのプロクリエイター向けのドローンです。最後に編集機材についてご紹介いたします。今回はマウスコンピュータさんから非常にパワフルなマシンを貸していただくことができたので、 NRAW もかなり重いデータなんですけれども、とてもサクサク快適に編集することができました。そしてパソコンの本体からはブラックマジックデザインさんのウルトラスタジオ 4K ミニに接続し、そこから映像さんの CG2700X に出力した映像をモニタリングしました。パソコンとモニターを直接つなぐのではなく、ウルトラスタジオ 4K ミニを介することで適切な映像信号がモニターに出力されるようになり、正しい色や明るさで編集することができました。こちらの CG2700X は 4K 対応のプロフェッショナル向けモニターで、非常に広い色域を表現できて、かつカラーキャリブレーションセンサーが内蔵されているため、いつでも正確な色をモニタリングすることができます。また今回は SDR スタンダードダイナミックレンジでの編集となりましたが、 CG2700X であれば HDR にも対応しているので、映像制作の幅がさらに広がります。編集ソフトはブラックマジックデザインさんのダヴィンチリゾルブを使用しました。こちらのソフトはネイティブでニコンローに対応しているので、このように露出や色温度などのパラメータを写真のロー現像と同じように調整することができます。また今回はダヴィンチリゾルブでの編集をさらに快適にする製品、ダヴィンチリゾルブマイクロパネルを使用してカラーグレーディングを行いました。このようにトラックボールやノブを操作することで、明るさや色を簡単に調整できるようになります。いかがでしたでしょうか。今回は Z8 を中心とした出張動画撮影の機材構成や編集環境についてご紹介いたしました。 Z8 はプロやハイアマチュアで映像制作を行っているお客様に最適な動画用カメラです。ぜひ Z8 をいろいろなところに持ち出していただいて、ニコンローを使って高品質な映像を撮影していただければと思います。そして最後にもう一つだけ宣伝をさせてください。実は今私が着ているこの T シャツ、ニコンダイレクトで購入することができます。カラーはデニムとカーキの2種類で、非常に肌触りも良くて着やすくて普段使いにおすすめです。それでは最後にヨギボーベルサイユリゾートファーム様のブランディングムービー、こちらもう一度ご覧いただいてお別れとしましょう。ご視聴ありがとうございました。
現役競走馬の引退後の生活が安定した最後を迎えられるような牧場を作っております。朝は朝ごはんを馬にあげて、その後食べ終わってから手入れをしてあげて放牧に出しますね。馬が好きっていうのは前提なんですけれども、馬が好きでかつ引退後の馬のケアをしつつ、たくさんのそのファンの方々に喜んでもらえるよう日々手入れであったりとか牧場の作業をしています。一番はもう自立した牧場っていうものを作りたいっていうのがありますね。寄付の支援頼みっていうような流れがあるので、そちらを自立できるようにグッズを販売したりとか宿泊もできますね。カフェでお茶もしながら馬を見ながら食事をしていただいて、馬を身近に感じつつもそうやってそれをブランディングしてお金につなげていくっていうような牧場を経営していければと思っております。興味を持たれた方は予約も不要で、気軽に来場していただけますので、ぜひ一度お越しください。
action.